郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は12月29日ですね。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、208回、12月29日ということで、僕らね、生放送じゃないのでちょっと、ま、あの先の話ではあるんですけど、ただまあ間違いなくこれね、流れる頃は師走の師走ですよ。もう先生、1年の終わりですよ。そうですね、もう29日ですね。今年1年、いやコロナの年でしたね。いや本当ですね。なので今日ね、まあ、せっかくなんで今年1年振り返りつつ、まあ、来年にね、どんな心持ちでいればいいかっていうことを含めて先生にいろいろ伺っていきたいんですけど、はい、はい、まあ、改めて2020年先生いかがでしたか。なんか最初はコロナに対して恐れと不安がこう世界中に、なんか蔓延しましたよね、うん、でなんか少し人類の意識も変わるし、私たちの意識もちょっと変わってきたのではないかなと思います。早川そうでもないですかね。やっぱコロナがそんなに怖いものではないということが少し分かってきたような感じがするんですよね、うん、まあ、確かに疫病だけども、はい、そのこれにかかってすごいたくさんの人が次々に亡くなっていくっていうほどのひどい疫病ではないっていうことが分かってきたような感じがしますね。ちゃんと対処すれば、そんなになんかね、恐れる疫病ではないっていうことが分かってきたような感じがしますね、うん、なんかそのコロナ自体がもちろんね、きっかけではあるんですけど、なんか今の先生おっしゃったように、その冷静に見れば、まあ、それは数字的なこともそうかもしれないですけど、まあ、もちろんね、大変な事態ではありますけど、こうなんだろう、冷静に見たら全てのことをね、まあ、注意すべきことは注意した方がいいと思いますけど、何でもかんでも恐れる必要はないみたいな、なんて言うんでしょうね、まあ、先々週かな、本質を見極めるの話もありましたけど、なんかコロナをきっかけにいろいろこう人生の物事の捉え方というか、なんか一喜一憂しないとか冷静に物事を判断するみたいなことをちょっとこうまだ全然できてないですけど、ただこうなんか問われる、磨かれるいい機会になったかなと個人的には思います。本当にその通りですね。なんか自分自身を顧みたり、人間とはっていう考える、とか社会とは考えるチャンスになりましたね、うん、なんかそういうの改めてこう、で家族とはとか人の絆とはとかいう、うん、働いてっていうよりも大部分の人たちが、なんか生きるとは何だろうと考えてみようっていう立ち止まる、チャンスになったっていう感じがしますね、うん、それとやっぱりなんか世界中を見てみると、不安というのがこんなにも人の心と行動を縛るのかっていう、ちょっと不安の持つ力っていうのはすごいなっていうふうに、うん、思いました、うん、だからまあ今年1年振り返ってみて、私たちはその不安を呼び起こすような報道や言葉や流言といいますかね、はい、そういうものに惑わされないようにこう巻き込まれないように、感情的にね、巻き込まれないようにしていくのが大事ということも今回学びましたね。いや本当ですね。だからなんかそういう意味で先生がね、まあ、この番組でずっとこうコロナ前からまさに伝えてきてくださってることだと思うんですけど、改めて何でしょう、まあ、大きく言えばね、今年やっぱりそのコロナでこう自分だったりこう自分の周りが環境が激変して、こうやっぱり自分を見失ったてしまった、そうですね、うん、見失いがち、うんうん、そういう時に改めてなんて言うんでしょうね、まああとはもうすごくもっと平和な話になるかもしれないですけど、師走、今12月の末じゃないですか、やっぱ師走で忙しい忙しいでこう自分を見失う、はい、まあ大きな自分を見失うから小さな自分を見失うまでありますけど、この自分を見失うっていう時になんかこうできることというか、今改めて知っておきたいこと、この年末にありますか。まあ、まあ、その今言った同じことだと思うんですね。不安というものが本当の事実かどうかっていうことをよく見極めて、不安に対して対処していけば、うん、なんかその見極めることができるようになると思うんですね、うん、対処療法が分かれば。不安というのはただ身と心を縮ませるものであって、本当にやってくるかどうかっていうことに対してはそんなに恐れなくていいのではないかな、うん、だから
あ、逆に軽いっていうんじゃないんだけど、きちんと対処すればいいということをこう、なんか学ばされているような感じがしますね。だから例えばコロナに関して言えば、やっぱ手洗いと冷凍と、はい、手洗いの冷凍とうがいの冷凍と、それからあとはコロナにかかったとしても風邪と同じように免疫力を高めていれば、はい、そう恐れることはないんだ。日頃からね、体を肥満させないか弱くさせない、からだらだらいけない、運動してっていう、肺の能力を高めておくとかいう、対症療法をやっていけば、うん、そんなに恐れなくていいし、もう一つは今度は人にうつさないようにこう、まあ、マスクだけはちゃんとしていくっていう、なんかね、で、うん、疫病というものが対処すれば、なんかそれを乗り越えられることができるということも学んだような感じがしますね、うん、きちんと医学的から、まあ、行動的に、それで心の問題としてきちんと立ち向かえば、うん、なんか恐れなくていいということが分かるような一年だったなっていうか、だから恐れになんか引きずり回されないっていうことも学ばされたと思いましたね、うんうん、でもそうするとこう今日ね、振り返りっていうことで、まさに手元に改めてこの人生を変える配信リスト、今日208回ですけど、手元に実は全最初の1回からのリストがあって、今タイトルをこう先生のお話伺いながら改めて俯瞰してたんですけど、やっぱりもうどこまで行ってもこのコロナ禍、コロナ前関係なくですね、やっぱり先生おっしゃってるその心には力があるっていうキーワードだったり、まあ恐れと不安、心配と不安について、まあこの辺のこう話を個人的にももう一度聞きたいななんていうふうに思ってるんですけど、改めてこの辺やっぱり関係ありますよね、心には力がある。やっぱ心の力、心って言いますか、気力と愛情という、心というよりも、いうもの何かって言ったら、気力と愛情って言いますかね、はい、人間愛とかいうものが、こう、根本にあると、人々は結構力強く生きていけるんだな、っていうことが思いますね。うん、友情というのも、そうですし、人を助けるというのもそうなんですけども、そこにこう人類愛って言いますかね、はい、人々を、対する愛、人間に対する愛というものがあれば、それが一番最初の基本だなと思います、うん、で、それは人々に勇気を与える、自分をいつも見守ってるとか大事にしてくれるとか、はい、大好きという人がいれば、我々はそれで気力が湧くと言いますかね、元気になれるっていうことをこう、うん、味わっていると思いますね。だから、うん、やっぱ根本は人間愛って言いますかね、人情、やっぱり家族愛であったり友情であったり、たくさんの仲間であったり、そういった、うん、愛するっていうかね、大事にするっていう、みんな大好きという心を確認することが、うん、やっぱ最初の一歩のような感じがしますね。それがないと、うん、我々はなんか気力がなくなる、孤独感に陥るんではないですかね、うん、でも確かに先生おっしゃるように、本当にもう先生前にして何度も繰り返しで恐縮ですけど、本当に人間ってその、まあ、気力、気持ち、心、要はどこまでもこう、まあ、物質的なようでいて、こうなんだろう、精神的なものなんだなってちょっと思いますね。まあそれが一番最初にあって、その上に気力とか仕事というものがあるとこう続くと思うんですね、うん、こう勇気が湧くと言いますかね。だからまあ一番はやっぱ家族と思いますけども、まあ僕家族だけではなくて仲間と言いますかね、うん、本当に自分を見守っている存在というものを確認できると同時に、見守ってあげてるよっていう、こう、うん、そういうアピールと言いますかね。はい。それが、こう、大切ってことを学びましたね。お前、僕はお前を本当に見守ってるから、お前が倒れた時はいつでも呼んでおくれっていうか、お前大事なんだからっていうのを持つと、それを持ってそれを伝えるということが、すごく我々に、こう、このコロナや生きる力に勇気を与えてくれるということが、うん、今回学びの大きな一つですね。うん、精神的な範囲の拡大といいますかね、拡大、気力の拡大にもつながっていくような、うん、人を愛する、大事に愛するということはちょっと抽象的ですけども、はい、見守ってるし、いつでも駆けつけてあげるし、手を取り合って手を結ぶよっていう、結んであげるよっていう心の強さを養うことも大事だと思いますね。うん、だから別の言葉で言えば、つながりを
つなげていくって言いますかね、うんうんうん、だから自分の都合でつながりを切っていくような人はやっぱり逆に寂しさがと孤独感に陥るかもわからないけれども、私たちはこう自分の都合だけではなくてそれを人々に分かち与えていこうという認識と覚悟と気づきがなんか大事ということがこう1年間通して学びましたね。前は言ってることなんですけどね、うん、同じことなんだけど、ね、うん、あ、コロナでそれをさらにこう感じましたね。うん、うん、なんか先生おっしゃってるね、今ご自身でもおっしゃってる、もう先生がずっとおっしゃってたことをまさにこうなんか今年ね、まあいい意味でもですけど、なんだろう、まあ試されるというか、そんな時だったので、なんか、まあ、やっぱりいろいろ大変なことある中でも、すごくやっぱりこの番組聞いてる方ね、ある種どこかのこう落ち着きみたいな持てた方は少なくないのかなと個人的には思うんですけど、やっぱりもう先生にね向けて言うのもちょっとすいません、おこがましいかもしれないですけど、先生は本当になんかちょっと誤解を恐れずに言えば全然動揺とかしてる感じ今年ないですよね。まあ物理的にはねこうやって収録できないしてますけど、まあそれはこれはただ対象を手段に過ぎないからね、手段は、うん、そういう部分に対して変えていかないといけないけれども、やっぱり恐れて縮こまって外に出ないというのではなくて、やっぱり勇気を持って行動で示していくっていう、うん、頑張るで行動で示すっていうのもやっぱ気力がないとできないですもんね、うん、こんなコロナなんかには負けないよってきちんと対処して、なんか愛情もいっぱい持ってこう人と会うよっていう、よくできる限り東京に行って、うん、人々に会うようにしてますね。だから、まあ、投げ銭も過去の、前回の投げ銭もそうなんですけども、うん、できる限り、チャンスがあれば、うん、東京や、まあ、山形もそうなんですけど、うん、どこにでも出かけて行って、うん、こんな時にこそ勇気を持って人に会うってことを続けてますね。うん、だから、行動に示す。で、その根本は気力。で、その根本は愛情だと思いますね。うん、あなた方に会いたいし、あなたのことは大好きなんだよ。うん、あなたの元気も見せてっていうふうにして、こう、会いに行くって言いますかね。うんうん、ことが、こう、おことを学びましたね。これは、これぐらいなくても負けないぞっていう気力って言いますかね。でも、縮こまらない。今、先生がおっしゃってたように、なんか、つくづく思いますね。なんか、私もやっぱり、こうね、こういう仕事しておきながらよく先生とも話しますけど、あんまり人と接するの得意じゃなかったりとか、どちらかというとインドアなんですけど、コロナの時も少しお話したかもしれないですけど、うんうん、やっぱりこうやってズームとかオンラインでね、形上は直接会わなくてもいろんな人に会えるようになりましたけど、まあ最近つくづくね、やっぱりもちろん注意してですけど、先生がおっしゃってたように、僕も突然か誰かからのきっかけか分かんないですけど、やっぱり人と直接会うことでしか得られない情報というよりも、やっぱ気力というか、なんて言うんでしょう。まあちょっと理屈抜きにして、なんかそれをすごく感じるように今なってきてるので、だから大切だなと思うとともに、まあね、ちょっと、なんだろう、例えがいいかわかんないけど、今、特にね、欧米とかでもやっぱりこう、ちょっとコロナの規制が緩和されるとみんなどんどん外に出て会っちゃうじゃないですか。そうですね。だからそれ自体は確かにね、マスクちゃんとしようとかいろいろ、まあ、問題ありますけど、ただ人間って本来やっぱり人と会わないと、なんかそれは孤独とかそういうこともあるのかもしれないですけど、なんか会うことでしか生まれないものがあるのかなっていうのをすごく感じますが、先生。そうですね。つくつくやっぱ思いますね。人間はやっぱ確かに景色は美しいし、畑の景色も美しいし、青空も美しいんですけども、まあ、それだけじゃなくて、やっぱ人間は人間と人間を必要としてるっていうのを、うん、感じますね、うん。一番いいのはやっぱ爽やかで勇気を持って明るくて人を助ける気力に満ちた人と、うん、がそばにいれば我々は元気になれるんだっていうことがこうよく分かりましたね。いや本当ですね。だからそういう人になっていって、うん、まあ、言ったようにドアを開けるって言いますかね。ああはい、窓のドアをね。で、人とドアを開けて人と会うっていうかね、はい、で窓を開けて情報を取り入れるっていうかね、うん、だからそういう考え方を持って情報も取り入れて、うん、でまたドアを開けて人とも会うっていうのもこう学ばされた、大事だというふうに思いますね。やっぱ、うん、
だからやっぱそういう意味では心には力があるっていうのはまた原点に変わってしまうんですけど、はい、なんかあらゆることはいい方向に向かってアップする、どんな辛い時でもどんなうまくない時でも、うん、そこで学びがあれば、あらゆることはいい方向に向かってアップするっていうことを、うん、知っておいた方がいいと思いますね、うん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 、必ずそうです、ね、いい方向に人間はアップするように神が仕組んでくれてるということを気づけばいいと思いますね。うん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 。実は結構うまくそういうことを知っていれば本当にその道を歩める階段がそばにあるっていうか、天に昇る階段じゃないけれど、なんか能力がアップするというチャンスもアップするっていう階段があるということを、肝に銘じて生きてほしいな、生きて、それは事実だっていうことを知ってほしいと思いますね。まさにね、心には力があるので、それを信じると、まあそういうものがやっぱり見えてくるっていうところあると思うんですけど、先生、今まあもうお答えいただいたのかなとは思うんですけど、まあ改めて今日こう最後なので、この振り返りつつ、来年、2021年、まあ今日のお話と関連しつつかもしれませんが、皆さんになんか心がけてほしいこと、まあ伝えたいことでもいいんですけど、そうですね、それはやっぱ、ぜひ一つはうちに向けてって言いますかね、このことを学んでこう自分の能力と気づきの幅を時間があるから広げるチャンスだと思うんですね、はい、で二つ目は逆にこう外に向けてもう両方同時に人と会ったり助けたり発信したり、はい、情報を使ってこう助け合うということもこう高めることが大事だ、はい、でそういう意味での新しい出発、来年はこう内にも外にもっていう考え方で生きていくと、うん、このコロナの苦しさを、まあ、自分だけではなくて人々が助けてくれると思いますね、うん、やっぱ心に力があって、やっぱ必ずいつの時代どんな困難な時代でもこう投げたものが返ってくるといいますかね、うん、良き期待をすると良きことがやってくるし、はい、この人生は少しずつアップしていってるんだってことを気づくと、少しずつなんかアップしていく、体力も能力も、うん、から知覚能力も精神力も昔よりも強くなったっていう感じは私は自分自身持ってますね。いや本当ですよね先生ね、あんまり触れると嫌かもしれないですけども、先生がもはや何歳かいい意味でもう分かんないですよ。どんどん若くなって、若くというかアップしてる感じしますよね。うんうん。体はなんか若くなってますよね。前痛かった腰が治ってるしね。すごい。なんか痛いから、痛いから辛いからって じっとしないようにしてるんですね。痛いから逆に体を動かすっていうと、治っていくんですよね。ああ、これなんだ、これ治るじゃんかっていうのを体験しましたよね。まさに心には力ですね。うん。うん、だから、腰痛とか、なんかそういう腰を痛めたとかいうときは逆に動けるときは動かしていくと治っていくんだな。膝痛もそうでしたね。まあ、年寄りだからあちこち悪くなっていくんですけど、はい、人間の体も能力も神が作ったものは努力すれば得られるんだっていうことが逆に分かってきたという感じがしますね。はい、うん。ありがとうございます。だから、諦めないで精神的なものもにも目を向けて、肉体的にも目を向けて、もう一つは、まあ、体にいいものと美味しいものを見分けるようにしてほしいなと思いますね。あと食事に関してですね、ごめんなさい、食事に関してですね、食事に関してやっぱ免疫力を高めるという意味では肝臓と腎臓と胃と腸の力を高めないといけないので、そういう意味ではこう体にいいものと、それからうまいものとかね、口、うん、下にいいもの、口にいいものとをこう見分けるって言いますか、ね、よくおっしゃってます、ね、えり分けるということをやっぱ来年も心がけた方がいいと思いますね、うん、免疫力を高めるという意味ではね、毎日口に、ね、入れるんですからね、うん、とそうですね、とにかく悪しき習慣に溺れないっていう戒めを自分に持つと言いますかね、はい、難しいんですけどね、はい、まあだらしない私が言うのも恥ずかしいんですけども、共にね、できる限りそうはやってますね。はい、ありがとうございます。さあ、この番組では皆様からの、ご質問ご感想を2021年も引き続き、募集させていただきます。
ぜひ、北川先生のホームページ、もしくはメールアドレス、北川アットマーク、キクタス .jp までお寄せください。さあ、そして2021年といえば、毎年恒例、北川八郎先生の、写真と、言葉が、綴られた、カレンダーも、リリースされています。こちらも先生の、サイトチェックしてみてください。さあ、そして月末ですね。年末でもありますか。月末といえば、先生のこの番組の、サポーターの皆様に、今月も先生の特別講話をお届けさせていただきます。まもなくですかね。今月は努力が報われるは本当かということでですね、その話をじっくり先生に伺いました。このサポーター制度については、先生のホームページに、こちらもトップに、インフォメーション欄にありますので、そちらからチェックしてください。さあ、ということで、今年はね、先生最後にも、先生まだ多分実感ないと思いますが、まあ、YouTube 映像でもね、これお届けして、まあ、最後にまた、そういう意味ではアップというかね、この番組のアップデート、されていますが、来年も引き続き、ポッドキャスト、YouTube でお届けしたいと思いますので、よろしければ、チャンネル登録の方もしていただけたら嬉しいです。さあ、2017年1月からか、この番組先生もう丸4年、年明けたら丸5年ですね。早いですね。早いですね。毎週配信しておりますが、うん、もう5年目に突入かな。本当に毎週毎週ね、楽しみに聞いてくださっている皆様に本当に感謝の気持ちで、いっぱいです。また昨年より、このね、番組継続のための支援として、お願いとして始めさせていただいたサポーター制度もおかげさまで本当に多くの方のサポーターになっていただいて、今年もこうして最後の回をお届けすることができました。特に今年はね、コロナ禍の中、私たちもリアルの収録が難しくなって、いろいろと試行錯誤を重ねてきましたが、皆様のおかげでね、今日も北川先生の話、こうしてお届けすることができました。本当にこの場を借りて、お礼申し上げます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。さあ、先生、いよいよ年末、そして2021年です。もう改めての改めてですが、最後に一言お願いします。そうですね。やっぱり今年の気づきを来年に持ち越して、来年もまた一年一年新しいなんか人生を歩みたいですね。怒りと恐れと不安なき生き方、どうしたら持続できるかをか考えていきたいですね。はい、ありがとうございます。さあ、本当に今年も最後まで皆様、ご覧いただいてお聞きいただきありがとうございました。来年もまた先生の、言葉をお届けしたいと思いますので、引き続きいただけたら嬉しいです。それでは皆様、良いお年をお迎えください。北川先生もありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、良いお年を。ありがとうございました。ありがとうございました。